殺せば勝ちなんだ。だから僕は笑って普通に歩いて近づいた。通学路を歩くみたいに普通に。ここで初めて高岡先生は気づいた。自分が殺されかけていることを。そしてぎょっとし体勢を崩した。誰だって殺されかけたらぎょっとする。殺先生でもそうなんだから。重心が後ろに偏っていたから服を引っ張って転がし仕留めに行く。正面からだと防がれるので背後に回って確実に捕まえた。うん。